眼科専門医の平松です。今日はスマホアイ、PC アイに対する対処法、ホットアイの一種として小豆の力、こんな感じの小豆の力というものについて説明しようと思います。まあ、一般によく売られているものなんですけど、なかなかこう見かけることないと思うんですけど、これ何かというと、こんな感じの容器の中に小豆がこう入っているんですね。で、これを電子レンジで温めて、小豆による温かさによって目の周り、そして目の血の巡りを良くするというのがこの商品になります。電子レンジで大体ここに書いてありますけど、30秒から40秒ぐらいでできます。で、具体的には、こう目をつぶって目の上にこんな感じで置いていただける。で、5分ぐらい温めていただければそれでいいと思いますので、この小豆の力を使って、朝晩というふうに温めていただけると目の周りの血の巡りが良くなるということですね。ただこの商品の問題点としては、結局こう寝転がらないと落ちてしまうので、普段例えば会社で使いたいとか座ったままやりたい方の場合はちょっとこの商品だと難しいという点があります。ですからそういう場合は他のものを使ってもらったり、して、対応していただければと思います。1個例えば800円とか1000円以内では買える、そして何度も繰り返し使えるものなので、そんなに高くはないんですけれども、それでも費用がしてしまうので、これを買うのはなっていう方の場合はタオル、蒸しタオルを使われるのも一つの方法です。ただし蒸しタオルはこの商品に比べると少しこう早く、冷たくなりやすいので、その場合は、いくつかタオルを作ってこう交互にしていただくとか、ちょっと工夫をしていただく必要があると思います。で、このようにホットアイをすると何がいいかっていうと、目の血の巡りが良くなって、目の涙の状態が良くなります。目もきれいになりますし、疲れたりしづらい、人から見られた印象も良くなりますし、女性の方ですと化粧のノリが良くなるというふうにも言われています。こういうものですので、知っていただければと思います。逆に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。